待って、決起集会でこっちのが緊張する。ちょっと寒いんでね、彩香ちゃんは何年生ですか？声が震えてますけど、寒いんでちょっと歌って、ね、ちょっと盛り上げてきましたってことで、ね、よろしくお願いします。とりあえず寒いんで、もうちょっともうちょっともうちょっと前に、ちょっともう寒いですね、だいぶ寒いです。今シーズンは何点取ってほしいですか？寒いですね。これ寒いんで、一発ちょっと突撃進行行きますか？大丈夫ですか、みんな？こっちの人はみんな大丈夫ですか？寒いですけど、火曜日なんで、ちょっと一個テンション上げていきましょうか。寒いんでちょっと言葉がグダグダになっちゃうんですけど、まあ、言っているのは、まあ、いろんな人に栃木大丈夫かって言われて本当悔しいって坂上さんも言ってます。でその中で一個一個勝って状況を変えたいと見返しといて監督が言ってます。みんなそうだと思うんですよね、まあ、フロントはフロントでやってもらうことはあると思うんですけど、俺はしっかり熱く立つとして選手をそらく押しましょう。一つ一つ勝って、まずは今日勝たないと状況変わらないし、状況変えましょう。でいいことも悪いこともチームあると思うんですけど、俺たちが支えないか、誰が支えるかって話になるんで、みんなの熱い気持ちで応えましょう。みんながいないと熱くできないし、キーワードはみんなですよ。みんながいないと熱くできないんで、1年間よろしくお願いします。